愛部数用中がなびら、皆さんこんにちは。沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です。読書の秋ということで、前々から読みたかった本を買いに書店に出かけまして、無事に見つけて購入して帰ってきたんですけれども、なんだかこうその本を手に入れたということだけにも満足してしまいまして、なかなかこうページを開かずに机の上に積んだままになっているというのをちょっと反省しているところなんですが、本当は時間があれば新しい本だけではなくて、一度読んだことのある本、例えば学生時代に読んでいた本なんかをもう一度こう読み返してみたいなと思ってます。同じ本でも学生時代に感じたことと大人になって今読み返してみて感じることってきっと違うんじゃないかなと思って、こう自分の感情の変化にもちょっと興味があるんですけれども、なかなかじっくりとこうね本を読む時間が捻出できないというのが悩みの種です。まずはこう自分の時間をきちんとマネージメントする、そういう本を先に読んだ方がいいのかななんて思ってるところです。さあ、沖縄羅針盤、今日も5時までお届けいたします。どうぞお付き合いください。那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ、今週は石垣市市長の中山義隆さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです。中山さんは1967年生まれ、石垣市のご出身です。沖縄県立八重山高校から近畿大学商経学部へ進学、証券会社勤務を経て2006年に石垣市市議会議員に当選、その後2010年に第18代の石垣市市長に初当選しました。現在は3期目を務めています。今回は経済振興の話題から市長が考える特区構想にお話は続きます。なお、このインタビューは10月5日に収録したものです。それではお二人のお話をどうぞ。復帰後ですね、ここまで沖縄発展してきました。これは確かに復帰前のいろんな課題、高度経済成長、本土が伸びている中で沖縄だけ取り残されたのを追いつけ追い越せの状況で来ましたけど、基本的にインフラとかですね、そういった面においてはもうほぼほぼ肩を並べるぐらいまで格差是正と言われるキーワードでね、なってるかなと思います。ただ基地問題とかですね、完結しなければならない課題はいくつかあると思ってますし、県民所得においてもですね、まだまだ伸ばせる状況だと思うんですが、これは経済全体の中身の仕組みをいくつか変えていかないといけないところがあると思います。正規雇用が少なくて、臨時的な任用とかですね、パートのような人たちが多い、非正規の人たちが多いというのは当然所得は下がりますし、それをどうやって引き上げていくかという政策とかも、そこはその平均所得、県民所得が全国平均に追いついていけなかったという部分の反省の部分ですよね。それはもう経済の仕組みがそうだったと、そこを見直ししなければならないと思うんですが、ただここから先沖縄は、この50年間動いてきたインフラ整備の部分から、次はソフトも使いながら、先ほど言いました観光を量から質に伸ばして観光収入を増やすという仕組みがもう今沖縄ではできそうな雰囲気まで来ていると思うんですね。観光入客数がもう何百万人とか1000万人とかって超えてくる状況になってきてますね。エンジンが出来上がろうとしているところ、そうですね、だったというところですよね。そのコロナ前ということで言えばね、でその仕組みがある程度できてきた、見えてきたので、次はこれをどう生かして経済を伸ばしていくのか、でまた県民の生活を豊かにしていくのかという部分がこれからの振興計画の中身かなというふうに思ってます。菅政権になって、そして、沖縄担当大臣は河野さんになって、河野さんはストレートに物言う人だから、中間さんなんか気が合うでしょう。そうですね、本音で言い合って話ができるでしょう。比較的多分話できると思いますけど、できるでしょうし、河野さんが言ったのは、そのリンク論と、その基地問題と振興計画というのはリンクするしないの話はもうこれ、
知ってることをみんな分かってるんだから、もうそうしましょうよと言ってるんだけども、うん、このことについては、はい、私はリンクしてると思ってるんですね、うん、ただそれをリンクじゃないっていう、うんうん、言い方でごまかしてしまうからおかしくなってしまってるわけで、沖縄の置かれている場所とかにおいてのですね、どうしても安全保障上基地がこういうふうにあるとかですね、まあ、今でしたら石垣の場合だったら陸上自衛隊の配備の話があります。ただそれに関してはどうしても国防上安全保障上こういうふうなことが必要だということが分かればですね、まずその、まあ、これちょっと語弊があったら誤解があったらないようにお願いしたいですが、基地があってうるさいから、うん、予算補助金ちょうだいっていうのは違うと思うんですよ、うん、基地があって確かにうるさい、うん、ですけども、まあ、基地はいわゆる迷惑施設料ですね、迷惑施設料のような形で補助金なり沖縄の振興計画をもらうのではないと思うんですね、うん、でそれがあることの理解、安全保障上、まあ、国防上どうしても必要だということはもう理解したと、理解した上でもでもそれでもやはりこれがあるこの基地があることによって私たちの生活なり経済の発展が阻害を受けているのであれば、それを引き受けた上でこういう新しい経済の伸ばし方、生活の改善の仕方を考えたので、これに対して予算をつけてほしいというような要求の仕方がこれからの沖縄じゃないかなというふうに思うんです。なるほど。ですから例えば沖縄のまあ新しい仕組みを作るために予算くださいという形で、辺野古があるからどうだから予算くれということではなくてですね、これは実はね、この議論は20年前も盛んにしたんですけどね、新しい時代、その日本をリードするような機能も沖縄から始めるということでの予算という意味もじゃないかという話だったけど、なかなかそこは曖昧になったなと思っていましてね、その50年目と節目でこの考え方のところの議論を整理すべきところに来ていると、この今回の振興計画の議論というのはそこに僕は大事なポイントがあると思っているんです。もう一つは例えば、まあ、沖縄がこれまで税制の面で例えば青森だったりとかビールだったりとかが酒税が減税されてたりとかですね、それがもう戻るんじゃないかとか、いろんな流れの中でじゃあ沖縄の酒造メーカーがどうやって生きていくのかという時に、減税のお願いだけをずっと東京に要請に行くのではなくてですね、それを青森メーカーが生きていくために、酒造メーカーが生きていくためにこういうことをしたいと、その分の予算をつけてほしいと、減税ではなくてその予算を欲しいというようなことをお願いする仕組みが、減税ではなくてというのは 大事な発言になるんだけど、うん、もうそこはいいじゃないかと、はい、という、うん、視点でおられる。そうですね、もうそればっかりを主張してても、うん、結局旧態依然とした同じ製造方法、同じものをずっと作っていく中で税金だけ安くしてほしいっていうのをしていくと、うん、企業としての発展だとか産業としての発展とかっていうのが出てこないと思うんですよね。これそれを沖縄側から言い出せるといいんですけどね、はい、時代変わったなという感じがするんですけども、うん、この切り口ですけどね、うん、僕は次のリーダーに求めることは、沖縄にあるいは八重山に、日本の名だたる企業が本社を移してくると、はい、こういうね、政策、沖縄のリーダーが、うん、これができる人を僕はリーダーにと思いたいんですがね、うんうん、時代がそれは、ね、そうなりますね、追い風になっていてね、はい、うん、沖縄がいい環境で企業活動もできる状況、うん、これは我々側の問題だけどね、はい、これしっかり構築すると、はい、そして誘致というかこう呼び込むと、はい、東京じゃないなくていい時代がどうやら来たようですから、はい、どうですか、はい、まあ、もともと金融にいたんで思ってたことなんですけども、うん、東京のマーケットがありますね、うん、東京のマーケット前はニューヨークなんですよ、はい、ニューヨークのマーケットが終わった後は次は東京のマーケットが開くんですけども、時差の関係でですね、でただいつもは昨日のニューヨークの為替相場どうだったかとかいうのを見て、株式どうだったとか、今日東京どうなるっていう予想を立てるんですが、その途中でもし、まあ、テロとか何か問題があった時に注目されるのは、ニューヨークの後に開くのは、うん、ウェリントンなんですよ。ちょ、東京よりもちょっと、はい、ニュージーランドのウェリントンが開くんですが、はい、ウェリントンのマーケットがその時だけ注目されるんですけども、うん、その時はそこにお金、世界中からお金がどーっと集まるわけで、取引が活発になってですね、その後に東京のマーケットが開くんですね。でウェリントンの市場を見て、それの動きを見て、また東京のマーケットが動くという状況を考えると、東京と台湾は時差が1時間あるんですね。でも石垣と
台湾は実際1時間ですけど200キロしか離れてないんですけど、石垣と那覇は400キロ離れてますけど、もし石垣にもし時差が1時間あったら、もしくは沖縄に時差が1時間あったら、経済特区とか金融特区っていうのはありますけども、その時に沖縄だけ、まあ、石垣だけでもいいです、あの東京と時差を1時間いいですよ、石垣と言ってくださいよ、はい、石垣で作ればですね、東京のマーケットが3時で終わった後にもう1時間だけ延長した日本の国内の時間が違うマーケットが1個出来上がるわけですよ。そうするとそこにはウェリントンじゃないですけども、うん、メリットが出てきますので、そうなってくるとそこに東京の銀行であったり証券会社が支店を開業したりとかですね、1時間の時差はそういう金融業界にとってのメリット、メリットが出てくると思うんですね、うん、でそういうふうになってくると、うん、じゃあ石垣で石垣の高校卒業した子どもたちだとか、もしくは東京とかにいた子どもたちを、あの一流企業が石垣に支店を作るから職員募集します、そこで働いてもらえば給料は東京の上場会社と同じ給料もらえますんで、石垣の中では格段に高い給料になってきますよね。金融と切り口が一つあるか、はい、香港がああいう状況になって、はい、今香港からあの名だたる世界中のバンカーだとか、そういう証券会社に勤めている金融スタッフたちがどんどん今外に流出し始めているんですね、うん、で台湾はそういった人たちを受け入れると言ってあの募集かけているような状況ですけど、日本でそういう動きを、うん、まだ見えてない、あの日本に来てくださいっていう形は見えてないんですけども、沖縄はそれを受け入れる素地が十分あると思ってるので、沖縄が実はコンタクトはあるそうですよね。あ、そうですか。沖縄側がなかなかそれに反応しないということでしょう。あ、もうこれはもうすぐやってもらって、うん、沖縄が香港に代わるあのアジアの金融マーケットになり得るチャンスだと思いますけどね。いや、我々20年前に第三次振興計画を作るときに、うん、金融特区というあのちっちゃなものをやるってやったわけで、はいはいはい、本当は発想はあの辺であったわけですが、うん、ですね、はい、全然やりきれなかったわけですけども、うん、もしかしたら時代が回ってきてるかもしれませんか、うん、今も本当にチャンスだと思います。もう潜在地遇の、まあ、相手にとってはピンチですけども、沖縄にとってはチャンスだと思うので、うん、これは何とかしても、もう一個これはコロナが後押ししてますよね。あ、それもあるかもしれない。つまり東京で、うん、あの仕事しなくてもいいという、はい、これ個人もそうだし、うん、企業もそう思ってきた、はい、人為的には首都分散なんかできなかったけども、うんうん、これはもう コロナ の、はい、あの影響でそういうことがもう、うん、起きてきているというふうに思えるかもしれません、はい、あの時間になってきたので、うん、最後石垣の話も聞かねば、はい、3期の、はい、うん、ちょうど中間点、うん、中山市政を振り返っていただいて、これからこういう目玉政策で、うん、日本一の幸せな街を作るという話していただいて、はい、まあ、あの3期目の公約とかで掲げてたのは、うん、例えば学校の全教室にクーラーを入れるとかですね、うん、そういうのは達成できました。で、あの新庁舎がちょうど来年には移るというところで来てますので、うん、石垣の街の新たな形が出来上がるきっかけになると思います。新庁舎すごく立派なものを私は期待しているんですけどもね、はい、いいと思います ね、 ね、あの熊健吾さんが設計をしてもらいまして、はい、あの旧空港跡地にできてくるんでしょ、はい、旧空港跡地ですね。で、旧空港跡地には今八重山病院があって、はい、この新庁舎ができて、その残りはみんな空き地ですけども、うん、今そこを区画整理を入れて事業を入れます。石垣新都心ができるわけですね。そうですね、あのそれと同時にこの場所、うん、新庁舎ができた後に移った後にこの市役所の跡地というのも広大な面積ありますので、うん、この市役所周辺の三崎町、ここは埋め立て地なんですけども、市役所ができたと同時に建てた建物がたくさん、まあ、築40年とか近いものばっかりなので、この三崎町エリア全体の再開発というのも一つの視野に入ってきます。で、ちょうどまたその三崎町のすぐそばに、新興地区、うん、あの埋め立て地ですけども、そこはまだクルーザーのバースとか整備しているところなんですが、そのエリア、この3カ所がですね、大きな石垣の中の新しい街づくりの拠点が3カ所できるというふうになりますので、まあ、人口もおそらく増えてくると思います、ね。これはそうすると2022年にはこう見えてきているというふうに思ったらいいですかね。はい、で、まあ、そんな中で、街づくりと同時に今度、まあ、コロナの影響からどうやって観光を復活させていくかというところなので、石垣も実はゴルフ場ないんですね、うんうん、国際観光都市と言っておきながら、はい、ゴルフ場が、まあ、空港を作るためにゴルフ場を潰してしまったので、うん、それ以来あの冬場の観光客がちょっと落ち込む
まあ、夏場と冬場のギャップが出てますので、やはり観光地ですのでゴルフ場ができると冬場の観光客増えてきますし、ちょっと客層変わりますよね。客層変わりまして、うん、で宿泊してしっかりとお金を落としてくれる皆さんが来ますので、そこを今国からの、うん、地域未来投資促進法という法律を利用して地域経済の発展に資するという意味で農地の農信の除外とかですね、そういったのが手続きがやりやすくなるような政策を今打ち出してまして、まあ、ようやくこの間経産省から認可がおりましたので、もうゴーサイン、はい、こちらの方がスタートになりますね、うん、こういったものが動き出す、まあ、ちょうどいい節目かなと思ってますね。そして計画的市の計画でいうと次の総合計画にそれが反映されていくと。そうですね、はい、2022年これもスタートですか。はい、スタートになりますね。また新時代ですね。はい、現視聴者と、うん、そこにミニ、まあ、ミニと言っちゃ失礼だ、うん、金融特区どうですか。そうですね、ここか、まあ、私は、うん、埋め立て地の方かなと思ってるんですけどね。構想の一つにはあるんですね。はい、考えてます、うん、なんとか方法でできたらなと思ってます。いや、時代が後押ししているような気がしますね。うんうん、まあ、そうなると国際観光都市であって、うん、まあ、金融センターのようなものも、まあ、ミニでいいですからあって、うん、で島の人たちが観光を中心にした経済の中で、うん、まあ、観光が伸びると一次産業も伸びてきますね。島らしいものを生産しながら、うん、でまたもう一つは島から出てって頑張ってた子どもたちが島に帰ってきたいと思うような金融市場があったりとか、そういう企業があったりすると帰ってくると、もう島の人たちを中心にした経済の発展ができれば、まあ、理想的かなと思ってますね。金融という言葉が八重山石垣から出てくるというのは今日はいや、それは物語的にも合ってるな、うん、中山さんという元証券マン、うん、金融マンが、うん、街づくりの中にこの価値を新しい時代に合わせて作ってきていると、うんうん、はい、現実化するというふうに期待していいですか。ぜひそういうふうにしたいなと思って、次は新庁舎でインタビューに伺いたいと思います。そうですね、はい、ぜひ。今日は長い時間ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。どうも。島田さんは今回のインタビューを通じて本島と先島では特に政治問題に対する見方にはだいぶ距離があることを改めて実感しましたというコメントでした。私は眼差しの共有をする大切さを感じました。この地域に住んでいるとこういう景色が目に入ってくるからこういうことを今考えていると、沖縄の振興計画にも本島中心の考え方だけではなく、先島の、ね、意見も取り入れるためには島々から見えていることを知る必要があるなというふうに思います。また日本全体のことで言っても私たち沖縄で私たちのまぶたに映ることを知ってもらうということと、また知る努力もしてほしいなというふうに思いますし、そうじゃないとね、こう自分の視野に入らないからそれは問題ないとか知らないなかったことにするみたいなことになるとお互いにこう議論は噛み合わないだろうなというふうに思いました。かつて琉球国時代の先人たちは一方ではなくてこう四方の海、そしてその海の向こうをしっかりと見つめていたことを忘れずにいたいなと思いますし、それはまあ現代であってもどんな場所に住んでいてもどんな立場にあってもお互いのこう眼差しを知る努力をする必要があるんじゃないかなということを感じました。今週のコーラルラウンジは石垣市市長の中山義隆さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでした。恵みのあしゃぎだよりのコーナーです。世界中のいろんなお祭りの中でいつか行ってみたいなと思っているお祭りの一つにドイツで毎年開催されているオクトーバーフェストがあります。ご存知、世界最大級のお祭りで、ビールの祭典としても知られていますよね。毎年こうオクトーバーフェストの時期になるとテレビの方からは楽しそうな様子がこう流れてきていつか行ってみたいなと思ってるんですが、本場には行ったことないんですけれども、実はちょうどカナダを旅している時にオクトーバーフェストのシーズンでオンタリオ州にあるドイツ移民の村があるということを知って、そこでねちょうどオクトーバーフェストやってるよということで行ってみたことがあるんですが、仮設のテントの中にですね、もうぎっしりと地元の住民の方が詰めかけて、
もうフルボリュームで音楽が鳴ってまして、そこで、楽しい音楽に合わせて、そして、ね、歌ったり踊ったり、さらには美味しいビールと、そして熱々のこうソーセージを頬張るという大変貴重な経験をしました。いつか本場にも行ってみたいなと思っています。日本では、10月じゃなくてもね、ビール祭りのことをオクトーバーフェストと呼んだりしてるので、なんで10月じゃないのにオクトーバーフェストなのってこう、ツッコミが入ったりすることもあるようなんですが、沖縄もね、オリオンビアフェストが今年はこう中止になってしまって本当に残念なんですけれども、また、来年復活することを願うばかりです。そして今年はですね、各ビールメーカーが、秋限定のビールをね、たくさん出してるので、まあ、それらを買って、こう、飲み比べるというのを、お家で、お家でオクトーバーフェスタをやろうかなと思ってます。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした。ラジオ沖縄では、ラジコでの配信を行っています。スマートフォンやパソコンでのリアルタイム聴取のほか、1週間の振り返り聴取も可能です。さらに沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信しています。こちらはラジオ沖縄のホームページからアクセスしていつでもお楽しみいただけます。また沖縄羅針盤のホームページでは番組情報の発信のほか、私富田恵とコーラルラウンジ常連客の島田克也さんのフェイスブックへもリンクしておりますので、お時間のあるときにぜひこちらもチェックしてみてください。沖縄羅針盤、今週も最後までお付き合いいただきまして、一平二平デービル、そろそろお別れのお時間です。パーソナリティは富田恵でした。それではまた来週。